こんにちは、水野ひろみです。スローヨガ初級編をお届けします。スローヨガは呼吸、動き、心、すべてをゆっくりとスローに行っていくヨガのスタイルです。慌ただしい日常生活からゆったりとヨガを行うことにより心の状態を豊かにしていきましょう。ゆっくりと呼吸からスタートしていきましょう。まずはお尻の位置を安定させます。座骨をしっかり床に感じましょう。そして背筋をしっかりと引き上げて、お腹が後ろに落ちないように体をぐーんと持ち上げて、少しだけ。それではサンサルテーション、太陽礼拝を行っていきましょう。体の中の熱を生み出すポーズです。まず手を横へ広げて、息を吸って上に伸ばしていきます。吐いてゆっくりと前屈をし、柔らかい方は頭の頭頂部分を床に近づけます。きつくなりますので、ご自身で足の角度を調整しながら行っていきましょう。柔らかくできる方は手を床へ、深い呼吸をしましょう。自分の体に今呼吸が入っているのを感じて、そして体の中の悪いものをすべて吐き出している、その感覚を大事にしましょう。それではゆっくりと体を持ち上げて、お尻、最後にはゆったりと体をリラックスさせて状態を元に戻していくということが必要になってきます。必ず3分から5分ぐらいは一度横になりましょう。それではまず眉間のシワを取ります。目を軽く閉じて、